こんにちは。ウィークリー姫路の時間です。新型コロナウイルスの感染者数は徐々に減少傾向にありますが、まだまだ注意が必要です。マスクの着用や3密の回避など感染症対策を徹底しましょう。今週はご覧の内容でお送りします。はじめに、ブランクがあって就職ができない、自分にはできるのか不安など、働きたい気持ちはあるけれどどうしたらいいかわからないという悩みを抱える女性を対象に、女性就労支援プログラムを9月から10月にかけて実施しています。プログラムには事前に応募していただいた16人が参加しています。履歴書の書き方や面接対策講座などの就活に役立つノウハウや、パソコン講座やビジネスマナーなど働く上で必要なスキルを学びます。この日は女性社員として日々活躍する方々をお呼びし、仕事や家庭などの話を聞いた後、ウェブ会議ツールについて学び、実際に仕事上でも利用できるようにアプリをインストールし、ミーティングへの参加方法などを学び実践しました。研修を受講した後は、女性が活躍する企業の見学ツアーやインターンシップで、さまざまな業界・業種の企業での仕事を体験した上で合同面談会を行うので、より適性に合った企業とのマッチングが実現します。姫路市では、自分の可能性を再発見し、就職を目指す女性を支援しています。次に、姫路市書写の里美術工芸館で開催している特別展、兵庫県工芸美術作家協会姫路展をご紹介します。兵庫県工芸美術作家協会は、工芸美術の振興を通じて地域文化の発展につなげること、また工芸美術作家の育成と技術の向上、作家同士の交流促進を図ることを目的に1962年に設立されました。現在は陶芸や染色、漆芸、皮革、ガラス、人形など多彩な分野で活躍するおよそ65人の作家が所属し、日々奮闘されています。例年6月に公募入選作品と合わせて神戸市で兵庫工芸展を開催するなど、巡回展として2年に一度姫路展を開催しています。会場には兵庫県内在住の作家ら43人による作品57点が並んでいます。こちらは第59回兵庫県工芸美術作家協会会員大賞を受賞した小野博之さんの作品です。古代中国の土器をモチーフに現代のオブジェとしてアレンジしたものです。姫路市在住の小野さんは、伝統的な器の形をテーマに現代的な感性で自由に制作されています。第59回神戸新聞社大賞は飯塚ひろ子さんの染色作品。第59回 N 賞は室井智子さんの陶芸作品が選ばれました。現在活躍される工芸作家の個性と感性あふれる自信作をお楽しみください。開催期間は10月24日日曜日まで。会期中のイベントはホームページなどをチェックしてください。続いては広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは。皆さんは姫路市に姉妹都市があることをご存知ですか？実は市役所1階には姉妹都市を紹介するコーナーがあるんですよ。姉妹都市とは、文化の交流や親善を目的として結びつきを持つ都市と都市のことです。姫路市は国内の2都市に加えて、
海外6都市と提携を結んでいて、市民や学生が互いの市を行き来して交流を深めたり、文化を知るさまざまなイベントを行っています。ですが今コロナ禍でそういった交流が難しくなっています。そこで今回は姉妹都市の魅力を知ってもらおうということで、姫路市の姉妹都市、長野県松本市についてご紹介します。今回は長野県松本市から人事交流でお越しいただいている山口さんにお話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずどうして姫路市と松本市で姉妹都市提携を結ぶことになったんですか？はい、長野県松本市には国宝に指定されている松本城があります。姫路城と松本城、どちらの市も国宝に指定されているお城を持っているというご縁が姉妹都市提携の大きなきっかけですね。共通点もあり、文化や産業などの違うところもあり、お互いの刺激になりそうですね。具体的にはどんな交流を行ってきたんですか？はい、姉妹都市親善スポーツ交換大会では、姫路市、松本市の市民がスポーツを通じて交流し、40回目を迎えた姫路市、松本市中学生交換キャンプでは、お互いの中学生が一緒に合宿を行い、親睦と文化への理解を深めています。今年はオンラインでの交換会となりましたが、 ICT を活用してクイズやスライドを作り、自分たちの市を PR しました。キャンプももちろん、こういったオンラインでの交流もとても楽しそうですね。楽しみながらお互いの文化を学べるのはとても貴重な機会だと思います。実は大山さんにも松本市の魅力を楽しみながら知ってもらおうと、あるゲストを呼んでいるんです。ゲスト？どこですか？それでは中継がつながっているので呼んでみましょう。国宝松本城おもてなし隊の皆さん。大山殿、山口殿、お初にお目にかかりまする。我々は国宝松本城おもてなし隊であり、この松本城の城主小笠原秀政と徳姫じゃ。本日は松本市の魅力を紹介したいと思います。はじめまして、よろしくお願いします。まずは何といっても後ろに見える国宝松本城じゃ。現存する56階の天守の中で日本最古の国宝の城じゃ。姫路城は白を基調としておるが、こちら松本城は黒と白のコントラストが後ろのアルプスの山々に生えて見事な景観じゃろう。見えないではないか。あの天気の良い日はということじゃ。本当に姫路城とは違った趣がありますよね。そうであろう。そしてのまず松本に来たらば、松本の美味な食べ物を食してもらいたいと思っておるぞ。わらわのおすすめはの信州そばにございまする。信州そばはの各店にてこだわりがあって、風味や喉越しなど食べ比べて楽しんでもらいたいと思っておるぞ。そしてもう一つ紹介したいんじゃけども、問いを出してよいかの？よいかの？ってことにて、さあこちらの食べ物は何であろうか、三択にてお考えくださりませ。 A 山賊焼き、 B 信州焼き、 C 盗賊焼き。さあお考えくださりませ。信州の食べ物だし、 B の信州焼きかな。答えは出たようかな。正解は B の信州焼きではなく、 A の山賊焼きにございまする。
山賊焼きはの、鶏の一枚肉を特製の醤油だれに漬け込んで、さらにの、丸ごと揚げてあるゆえにボリューム満点にて美味にございまする。姫、おいしいものを食べた後はやはり温泉にゆっくりと浸かって癒されてほしいものじゃの。うむうむ。なんといっても松本は16箇所もの多彩な泉質を有する大温泉郷なのじゃ。16箇所。そうなんです、すごいでしょ。まだまだお伝えしたいことばかりであるが、今日はこの辺でお返しいたそう。大山殿、山口殿、さらばじゃ。国宝松本城おもてなし隊の皆さん、ありがとうございました。大山さん、いかがでしたか？いやー、もうお城はもちろん、グルメも温泉も堪能したくなりました。そうですね、実は現在松本市では神戸空港から松本線の復便化を記念して、松本をもっと楽しもうキャンペーンを開催しております。松本市内の人気スポット、国宝松本城とパルコデ美術館の無料観覧券を先着3000名様にプレゼントします。キャンペーンは11月30日火曜日まで行っておりますので、コロナの様子を見ながら落ち着いた頃に松本市を訪れてほしいです。なかなか姉妹都市間での交流や旅行が難しい中ですが、各自感染症対策を徹底して新しいやり方でも交流を深めていきたいですね。そうですね、現地を訪れなくても松本市のホームページであれば、松本市公式観光情報サイト新松本物語、インスタグラムからは松本市公式アカウントをご覧いただくことで魅力を知ることはできますので、こちらもチェックしていただきたいです。ぜひ興味を持たれた方は、姫路市の姉妹都市松本市についてもっともっと調べてみてください。インフォメーションのコーナーは姫路おもてなしクーポンキャンペーンについてのご案内です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大で落ち込んだ消費を回復させるため、市内の観光関連施設、飲食店、小売店、体験施設などで使用できるお得なクーポンを紹介するウェブサイトを公開し、利用促進を図るキャンペーンを実施しています。利用方法は、1、チラシなどに掲載の QR コードを読み取ってサイトにアクセスし、2、マップか掲載店一覧からお店を選択。3、お店のクーポンや紹介ページが表示されます。4、現在地からお店までを地図上で案内。5、店舗でクーポンを提示して利用します。実施期間は2022年3月31日木曜日までです。アプリのダウンロードは不要で、どなたでもご利用いただけるクーポンです。普段のランチや休日のお出かけにも、おもてなしクーポンを使ってお得に姫路を楽しんでみませんか？詳しくは姫路市観光課、電話番号 079-221-2121 までお問い合わせください。今週のウィークリー姫路はいかがでしたか？最後にハッピー姫路っ子をご覧いただいてお別れしましょう。さようなら。